はいどうも、えらい店長です。今は令和元年6月26日に撮影しているんですけれども、今日付けでですね、幸福の科学の広報局から、大川博士の懲戒免職処分について、という文書が出されていて、昨日付け25日付けで大川博士を懲戒免職としたのでここに発表するとああいうことが書いてあるわけですね。まあ、皆さんも幸福の科学の本部というかね、幸福の科学と、まあ、博士さん、私も仲良くさせていただいてますけれども、が非常に揉めているというか、博士さんが結構幸福の科学告発みたいな感じのことをして、それは嘘ですよってことを幸福の科学の側が言って、いうことをずっとやってたんですね。で、幸福の科学で広瀬さんの方はもう幸福の科学やめてるというふうにずっと言ってるんだけれども、幸福の科学側は休職しているというふうに言ってたと。それが今日になって、まあ、その懲戒免職というふうにして、もう教団側もクビにしましたよということを言ったと。で、処分の理由はなんか三方規定違反、和合層破壊活動、すいませんちょっとこれ宗教用語だと思うんで、読み方とか違ったらね、それぞれの宗教だと読み方違ったりするんで、ネット媒体や週刊誌月刊誌などを用いた、エルカンターレそのとその家族当教団に数ず、誹謗中傷名誉毀損うんぬんかんぬんということで17通に送って内容証明郵便を送ったんで不法行為を具体的に指摘したんだけど反省が見られないと、よって、処分を教団決定したとああいうことを書いてあります。でですね、まあ、それのきっかけになったのかどうか分かりませんけれども、まあ、6月26日にね、ウィルというまあ保守系の雑誌があるんですけれども、そこにですね、僕との対談が載って、まあ今までのね、大川、まあ、博士さんのこうチャンネルでおっしゃってたようなことをね、雑誌媒体で言っただけではあるんですが、要するに新しいこと言ってないんだけれども、まあ、それについてもその、こうね、月刊ウィル8月号大川博士対談記事、霊剣なら僕にもできますように反論するっていうね、記事がされていまして、まあ、あるんですか、清水文香さんと結婚したがってたんですよとかですね、その信託結婚存在しないんですよとか、で幸福の科学は自由で寛容な宗教で、博士は、父に会おうとなると悪魔と呼ばれてしまうと、反論したら悪魔とか述べてると、そういった教義はないということを言ってるわけですね。で、まあ、本部はね、ちゃんと見ていただけど、私の名前もちょっとエラ天使とかってね、登場してさせていただいてありがとうございます。ありがとうございます。ということで、エラ天使は広瀬さんに興味を持っていることが最初にやらして、異なる雰囲気を作っていたなどと発言してますが、そうではありませんとか言って、まあ、僕の、まあ、ちょっと予想というか、まあ、その広瀬さんから聞いたんであれば、まあ、おそらくそういうふうにこうやってたのかなとかっていうことを、なんていうか予想したんだけど、そうではなくて、こう博士さんが社会性や世間常識に欠ける面があるため、失業しないための対策としてなされたものだったとね、いうことを言ってて、理事長職については虚偽だと、仕事ができないから、仕事ができないからクビになったんだとかね、アルバイトをしていたとかって言っても教団は了承してないとかね、自力で就職したかと言ったけどこっちが口聞いてやったんだとかですね、小学校時代に漫画禁止だったと言ってるけど読んでたはずだとかね、そう高学年になるとなぜこんなに社会から迫害されたと考えたとしていますが、博士が多動性障害学習障害で周囲に迷惑かけていたからだということを言ってると。で、まあ、霊言できますよとか言ってるの、まあ、言ってんのもそのレベルが下がって広瀬さんの霊言ってレベルが低いですよというようなことを言っていて、マスコミに大川隆法先生は出てますよと言ったりしていると。でその辺をねちょっといろいろ反論というかをして、で広瀬氏はまず自分の家庭を立て直せとかってね、家庭ユートピアが、大川総裁の離婚後に亡くなったとしますが、事実に反すると、で家庭ユートピア大会っていうのを行っていると発言しているから、ただこれはその広瀬さんが言ってるわけじゃないからな、まあ、このそれぞれちょっとねいろいろ細かいこと反論してるんだけども、人として両親の呵責を感じないのかとかね、いうことを言っているんですよね。まあちょっと実際にリンク貼ってるんで、まあ、ちょっと読みすぎるとね著作権とかうんぬんかんぬん入ってくるんでですね、まあ、各自見ていただければと思うんですが、まあ、ちょっとねなんていうか、でそれで懲戒免職にしたみたいなことで、まあ、僕自身もともとどういう立場かと言いますと、その幸福の科学という宗教については多少その、好感を持っていまして、まあ、今でも多少持っている。なぜかというと信者の人は結構いい人多いんで、持ってたんだけど、まあ、広瀬とのこの対決っていうかについては全然いいと思ってないというか、むしろその良くないと思うということを、まあ、僕は発信していたという立場でありまして、で、まあ、霊言とかまあよくわからんというかですね、まあ、あるかもしれないしないかもしれない、そういう立場を取っているというわけでございます。で、まあ、ちょっとねその上でねちょっとこの反論文というか読んでて、
構、まあ、幸福の科学は自由な宗教だと、自由で寛容な宗教なんだっていうことをね、だからあのちょっとね全体的にこの文章を読んでて、こう事実のレベルの話と評価のレベルの話っていうのがごちゃごちゃになってるなという感じがしました。うん、だからその霊言にもレベルの差があって、広瀬さんはその霊言できるというふうに言っているわけで、その霊言のレベルが高いとかっていうことは言ってないわけで、そのなんていうかレベルが低いんだとか言っても別に広瀬さんが嘘ついてることにならないかなということを思うわけですね。でまあ他にもいろいろあるんだけども、その悪魔と呼ぶ教義はないとかねいうことを言ってる一方でですね、このねなんて言うんだろう、そのこのね広瀬さんは社会性がないからクビにならない、失職しないようにこう映画部門に配属してあげたんだとかね、あるいはその何ですかこう、うん、仕事ができなくてクビになったんだとかですね、自力で就職したかのような言ってるけど、こっちがその口聞いてやったんだみたいなね、ちょっとなんかそれっていうのはね、なんか言うべきことじゃないだろうと思うわけですよね。ちょっとそれってのは、私だからその幸福の科学がその教義的に寛容かとかっていうのはちょっとあんまり分かんないというか、中に入ってないので分かんないんだけれども、まあ自由なようには見えると、なんだけど、そのこの文章内でですね、だって広瀬さんに対してめちゃくちゃ言っとるじゃないかということをまず思うわけですね。まあだからその宗教っつうのはさ、なんて言うんだろう、その息子が離反するなんてことは山ほどあるわけよね、この歴史的にね。息子がなんかその、信者にならないで、むしろその教団敵になるみたいなことっていうのはいろいろあるんで、でその時にその結構ね対応力というかが問われるところではあると思いますから、ちょっとねだからその本当はそのこう結婚したかったんだとかですね、あの学習障害があったんだとかですね、それで周りに迷惑かけてたんだとかね、自力で就職したとか言ってるけどこっちは口聞いちゃったんだとかね、でこれだけ恩をかけてたのに、そのなんとか人としてその両親の価値を感じないのかお前はみたいな、そういうちょっとね恩着せが欲しい態度って言ったら、ちょっとね、それはだよ、あのね、やっぱ親と子の関係って難しくて、そのね、私広瀬さんじゃないか知らんけれども、その親なんていうのはさ、そのすごく世話になったなと思う部分もあるしさ、この野郎と思う部分もあるわけですよね。でこの野郎と思う部分がさ、勝ったから広瀬さんはああいう風になっているわけでして、まあ、おそらくね、だからその全面的にさ、こう例えばそのなんていうんだろう、理事長職になってさ、まあ、結構高いお金もらったりしてて、それをありがたいなと思ってた時もあると思うし、だから幸福の科学側がさ、たびたびこの昔は広瀬さんは信じてると言ってたのにとかって言うけどさ、だそれは多少その信じてるみたいな時もあったんだろうし、信じてなくなったわけだろうし、今一切なかったとかっていうのは嘘だとかって、そういう理屈は分からないでもないんだけどさ、ちょっとなんていうかさ、教団としてちょっとあたふたしすぎちゃうかなというね、いう気がしますよね。だから息子が離反するなんかいかでもあるんだから、なんかさ、懲戒免職だとか、こう、全嘘だとかさ、こんな、まあ、信者向けにね、いろいろ、信者の方向けにいろいろちょっとね、あの、これは違うよとかっていうことは明らかにしておかなきゃいけないっていうのはあるんだろうけれども、ちょっとですね、なんていうか、もうちょっとね、広瀬さんとはもう最初の方にも言ってますけれども、まあ、広瀬氏はね、当教団の理事長でありましたけれども、違う道を歩むことになりましたと、ね、残念ではありますが、今後ともその広瀬氏の活躍を記念しております。それで終わりでいいんちゃうかなと思うんだけどね、それで終わりでいいんちゃうかなと思ってずっと思ってるんだけどね。で広瀬さんは最初の方にさ、幸福の科学離れていて、その幸福の科学に対して攻撃する意図はありませんっていうふうに言ってたんだよね。で実際してなかったと。でそれだけれども、このなんていうんだろう、そのうちに広瀬さんの家に来たりとかさ、こうなんかチャンネルに対して著作権侵害とか言って、そのバンかけたりとかさ、そういうふうにこうあの発信活動を妨害して、でその辞めてるって言ってるのに、こう休職だとかっていうふうにして扇動していくとかっていうふうに、固執しているように見えたのは、教団側が固執しているように見えたね、俺からはね。てか、まあ、外部からそう見えるわな。なんだけど、それがなんていうか、もうちょっとね、こう堂々としててほしいなっていうね。こう収録アルバイトしてたとかっていうのがそうだったとしても、教団は了承してないとかさ、そんなどうでもいいじゃん。でさ、息子だから知ってるこうプライベートなこととかをさ、なんか広報とか言ってさ、ベラベラ喋るのどうなのと思うけどね、俺は。正直な、まあ、これで俺も物的になってしまうのかわからないけども、俺もね、広告の科学広報局からね、偉い店長のなんとか、あのなんとかとか書かれたりしたら、それはちょっと悲しいことだけれども、まあ、ちょっと一ね、旗から見ている感覚としては、そのなんていうんだろう、あとね、だから懲戒免職とかっていうのがね、ちょっとね、なんていうか、懲戒免職とかってなんていうんだろうな、やっぱりさ、あの宗教ってもうちょっとその除名というか、なんていうんだろうな、あの波紋に迫力がなきゃいけないというかさ、広瀬さんなんか、イエイ懲戒免職だぜとか 言ってるから、イエイ懲戒免職受けるとか言ってるからさ、全然さ、迫力がない状態で波紋してもな、
カノッサの屈辱みたいなさ、こうさね、あの王様がこう教皇にこう頭下げに行かなきゃいけないみたいなさ、そのぐらいのなんか迫力がある状態だった波紋とかって、懲戒免職ってちょっと言葉がちょっと個人的にはこうなんて言うんだろう、会社なのかなみたいなね、いうね、感触を受けたね。なんかもうちょっとその私がこの文章を見て思ったのは、まあ、広瀬さん別に元々辞めてるって言ってたから、その新たになんかないじゃんっていうのが一つと、宗教としてはもうちょっとその宗教的な理屈というか、あの子なんていうんだろうな、子供がさ、こうなんていうんだろうな、宗教離れるなんていくらでもあるんだから、でその反対するさこと言うなんかいくらでもあるでしょ、ね、恨みもあるし感謝もしてるわけよ。なんだけど恨んであんなだけしちゃったのに感謝してくる、感謝しねえのかとかっていうふうにさ責めたら、それは恨みの方が強くなるに決まってるわけで、うん、なんとか北風の太陽みたいな話だなとか思いながらね、ちょっと見ていました。うん、まあちょっとね、今日付けということで編集なしで出しているんだけれども、皆さんどうお感じになったでしょうか。率直な意見をお聞かせいただければと思います。まあ、航空の科学のね、現役の信者さんの意見とかもいろいろ聞いてみたいなと思ってるんですけれども、うん、なんかこうヨクニさんとか僕イルミナティだとかよくわかんないことをちょっとずっと言っていて、なんかまあ航空の科学ってのはその意味ではね、自由な宗教なんだ、いろんな人がいろんな発信して、結構なことだなっていうふうに思っているわけだが、まあ現役の信者さんとかね、ちょっと僕のもともと知人だった信者さんとかもちょっと広瀬さんと、の、話をしたくないみたいな感じで結構離れちゃった人が多くて、現役の信者さんのね意見っていうのを聞く機会があんまりないので、まあ、ツイッターとかでねメッセージいただければ、あ、まあどう思ってるのかなとかね、その辺についてお話できればなというふうに思っております。はい、じゃあ今日はこんなところで失礼します。チャンネル登録、高評価お願いいたします。バイバイ。